はいどうもこんにちは、しのぐです。今回はですね、新しいアップデートで追加された要素について、そういえば動画で、ね、紹介してなかったので、今回、動画でね、ちょっといろいろね、解説していきたいと思います。まあ、現状ね、ツリーの開発も一通り終わったので、まあ、それも踏まえてね、ちょっと印象などもいっていきたいなと思います。で、まず実装された艦艇ですね。まあ、まず自分は持ってないんですけど、新しく実装された艦の一つとして、このモナークですね。まあ、これ、グローバル75万経験値で手に入る、まあ、戦回になってますけど、 こちらの戦艦ね、かなり癖が強いといった印象があって、自分持ってないんですけど、性能面を見てみると、要するにですね、キング・ジョージ5世の改良型で1個、ティアが上がってきたといった感じです。手法が381ミリになって、通常のティア7戦艦と同等クラスの手法になっていて、ヴァンガードよりも強力な手法ということにはなってるんですけど、この手法なんですけど、実はイギリス戦艦の特徴でもある。 まあ、ネルソンとかね、キング・ジョージ5世とか、ヴァンガードの特徴である、まあ、H 弾の発火率に関しては、他の戦艦並みということで、まあ、このティアナナの、ね、イギリス戦艦なんですが、まあ、かなりですね、波の戦艦というか、まあ、かなりね、なんか、普通の戦艦といった感じなんですね。なので、普通の戦艦と同じく、まあ、AB 弾と H 弾で、ね、切り替えて戦っていく必要があるんですね。H 弾主体で戦っていくのもいいんですが、発火率自体がそんなに高くないので、燃、まあ、えないこともね、多いかなと思うので、まあ、そこはですね、状況を見て、 あの男子を、ね、切り替えていく必要があるかなと思います、まあ、かなり、ね、手法は、まあ、精度もいいらしいんですがえ数字精度も、ね、想定も、ね、それなりに速いんですが、まあ、波の性能の戦艦といった感じです。で、まあ、手法はです、ね、いいんですが、まあ、機動性に関してはね他の戦艦よりもちょっと遅めですし、まあ、発見距離に関しても、ねまあ、レジェンドの戦艦全般に言えるんですが隠蔽性はです、ねまあ、悪い部類ですね。で、もう最大の問題点なんですが、まあ、これが、ね、当初から言われている HP ですね。 ヒットポイントに関して、ティアナの戦艦、例えばアイオワとかだと7万以上あったりとかするんですが、このモナークに関しては、なんと HP が5万3900ということで、もう他のです、ね、同格戦艦の中で、まあ、最低のです、ね、低さとなっているんですね。 まあなので、かなりね戦いに行くいじゃないか、もしくはね自分も調整ミスじゃないかとかね最初言ってたんですが、どうやらですね公式の発表を見る限ぎり、これはですね意図的な調整だったようなんですね。なんでこんな HP 低いのかっていうと、一応説明としては、この戦艦がねこれ、ちょっと見れないんですが、搭載している修理班に関して、修理班がね、ネ,ネルソンですね戦艦並みにえかなり回復量の多い修理班を持っているらしくって。 そのおかげでね、HP が低くても大丈夫だろうといった調整だそうなんですね。あと、手法の精度も良くて、想定も早いから大丈夫だろうということなんですが、そうですね、実際自分がこのモナークと何回も戦ったこと、ィアナナであるんですけど、実際モナーク、走行面に関しては、防角が確かに抜きづらいかなといった印象があって、確かにね、大ダメージ食らう心配は少ないんですが、やっぱね、 あの普通に AG 弾の貫通とかもちろんね AP 弾の貫通とかで、まあ、ガシガシ削られていくと、まあ、あっという間に、ね、撃沈されてしまうといったのをやっぱよく見るので、まあ、耐久性に関しては、ね、かなり低いと言わざるを得ないかなと思います。なので、ね、やっぱ集中砲火を受けないように、まあ、しっかりとね、火メ管理をしていく必要があるので、まあ、結構中遠距離からの、ね、戦艦かなといった感じですね。うんまあ、かなり、ね、立場に難しいいと思いますけれども 走行面に関してはね割と優秀なようなのでそこはねいいんですが HP がねかなり低いので購入の際はね注意した方がいいかなといった感じですねまあ自分はちょっとうん一回これはキープしてちょっと様子見ですね様子見を見たいなと思いますまあプレミアム艦なのでね強化調整はないにしても弱体化調整は少ないないにしても強化はね何かしらね入るんじゃないかなといったぐらいに現状 t 7ではね影の薄い戦艦かなといった印象ですね はいでまあ、モナークに関してはこの辺にして、まあ、もう一隻、ねえー、紹介するのは、まあ、ソ連ツリーなんですがまずソ連ツリーの,、ね、この報酬艦であるミハイル・クツーゾフですね、まあ、これなんですけれども、まあ、この艦はですね、まあ、この報酬艦で、まあ、かなりですね、まあ、p c 版でも優秀な艦として知られている艦なんですね。 同格のチャパイフがソ連にいますけど、それと何が違うのかっていうと、端的に言うと、円幕を持ってるだけなんですね、レーダーを持ってないからに円幕を持ってるということなので、円幕を生かして、イギリス巡洋艦の例えばベルファストみたいな感じで、円膜台から敵の艦艇を燃やしていけるといったのが強みの巡洋艦となっています。はミリで 想定も早くて発火率も高いので、まあ、こういった感じで、ね、どんどん燃やしていける巡洋艦ですね。で魚雷もですねソ連はプレミアム艦はねなぜか射程が長めになることが多くて、まあ、プレミアム艦の、ね、このクツーゾフも射程8キロの魚雷を持っているので、まあ、対戦の際はねあのソ連巡洋艦の割にに、ね、長い魚雷を持っているのに注意が必要ですね。まあ、そしてですね、まあ、イギリス巡洋艦とのちょっと違いは、まあ、ソ連巡洋艦でちょっと隠蔽性が悪いので、え幕内くないから撃っててもですね7.7キロで見つかってしまうので、 あのまあ、10キロぐらいでね、ちょっと、えー、戦艦に射撃回すると詰められ、距離を詰められてね、見つかってしまうので、まあ、結構ねあの、遠距離から固定放題的な感じで、まあ、やっていくのがねあの、無難かなといった感じの巡洋艦ですね。まあ、非常に強力な巡洋艦として有名なので、まあ、今回のキャンペーンでね、す、ま、で、あ、に始めている人多いと思いますが、ぜひね、入手できたらいいんじゃないかなと思います。おすすすすめですねね、まあ、自分も今頑張ってます、ね はいそしてなんですけれども、えー、次はそうです、ね、ソ連ですね、はいえーまあ、今回最後に、ね、この実装されたこのソ連巡洋艦、えー、そして駆逐艦ツリーですね、まあ、駆逐艦はアーリーアクセスですけど、あまあ、このツリー、そうですね、まあ、この2つとものツリーですね、えーまあ、正直なん、ね、で、まあ、ちょっと、えー、駆逐艦、ちょっとしかやってませんけど、まあ、正直な印象としては、まあ、ちょっとね、初心者の人には、ね、使いづらい、まあ、かなり上級者向け というか,、まあ、かなり、えーまあ、駆逐艦に関しては、ね、かなり厳しい弱いかなとい、うん、った、ね、ちょっと印象がありますね。まず巡洋艦はです、ねまあ、非常に強力ではあるんですね。巡洋艦に関しては別に弱いというわけではないんですけど、はい、巡洋艦はです、ね、基本的に、まあ、発射速度の高い、えー、手法を持っていて、まあ、ティアゴ6 7はです、ね、全部 152mm 砲装備した巡洋艦なんですね。でソ連の巡洋艦はまず H 弾の威力が高いですし AB 弾の通力も、ね、かなり良好です。 H2 の発火率も高いので、まあ、要するに、ねあのまあ、燃やしていく敵の戦艦を燃やしていく、まあ、巡洋艦になるかなと思います、まあ、連射速度が、ね、高いので駆逐艦の処理もやりやすいんですが、まあ、それに巡洋艦の、ね、問題点としてはえ隠蔽性が悪くてだいたいね1 0キロ以上1 2キロぐらいあったりとかするので6人、まあ、強化してないとですねかなり遠距離から発見されてあの戦艦に、ね、簡単に撃たれて、えー、返り討ちになってしまいますねで走行に関してもねあの別に 従順洋艦みたいにね、あの分厚かったりとかし,なしませんし、まあ、あとはね、あのー、船体もですね、かなり巨大で、あの従順洋艦並みのっていうか、まあ、戦艦並みのね、巨大をしているので、あのー、テンダーのね、性能も悪いですし、回避立てと言われるね、まあ、敵の砲弾をね、くるくるくる回避しながら戦っていくみたいな重洋艦ではちょっとないんですね。ななので、まあ、射程を、ね、なるべく強化して遠距離から 敵の戦艦を燃やしていったりとか、まあ、あとは、ね、しっかりといいポジショニングを取って、まあ、敵の口艦をし、ね、とめていきたいですね、まあ、レーダーをティア5以降は搭載してはいるんですが、あのーまあ、レーダーの効果時間も短いですし、うん、あと隠蔽性も悪いので、ね、なかなかうまい口艦を取られるのはちょっと難しい、まあ、工夫が、ね、必要な巡洋艦と言えるかなと思いますはい、まあ、といった感じで、ねまああのーまあ、環境によってですねあの戦艦が多くなってくるティア6ティア7辺りからは、まあ、かなりね あの燃やしていけて楽しい巡洋艦かなと思いますね。で、もう一つ駆逐艦ツリーなんですけど、そうですね。駆逐艦に関しても、あの巡洋艦同様にですね。隠蔽性が悪いんですね。まあ、その分、HP と、まあ、そして、放火力は高いんですが。あのー、まあ、基本的にですね。この駆逐艦魚雷がですね。あの射程が4キロとか5キロぐらいしかなくて。あのー、隠蔽雷撃とか全くできないんですね。 あの隠蔽も悪くて、魚連射程も短いので、まあ、ほぼ見つからずに来月するというのはね、まあ、無理ですね。なので、まあ、基本的に主砲主体に戦っていくことになるんですが、まあ、このソ連駆逐艦ね、PC 版でもかなりね、難しい釣りとは言われていたと思うんですが、まあ、あの一応、砲撃型駆逐艦、ークですね、と言われる駆逐艦は、 PCI では、ね、射程をですね、まあ、結構伸ばせて、まあ、14キロ前後辺りまで延長できた駆逐感が多かったと思うんですが、まあ、残念ながらですねレジェンズにおいては、まあ、その射程をです駆、ね、逐の,の射程を伸ばすスキルが、まあ、現状、ね、で大したものが存在していないので、まあ、射程もですねだいたい11キロとか、まあ、12長くても12キロぐらいに、えー、今、ね、なっているので。 ま正直ですああちょっとこの t ア6とか t ア7は分かりませんけどま正直ですね、戦艦を燃やしていくにしても12キロぐらいで打っていたらあのまあレジェンズのね戦艦とか結構エイムアシストもあってね結構、砲撃がうまいという印象もあるのでまあ,あっという間にですね結構返り討ちになってしまうんですね。なのでね、射程が短いので正直、フォークとしてもね運用が難しいとうんいった現状があるのでまかなりですねその強い弱い,ま弱いね、ちょっと厳しい。 かなと思いますまずね敵の駆逐感をしっかりと処理してまあキャプチャーとかあとは偵察とかでね活躍して要所要所ね煙幕とか島浦とかを使って敵の戦艦で崩火していくのがいいかなと思いますね。機動性はいいんですがさすがに12キロぐらいでねうんまあちょっとその敵の戦艦ねちょっかい出すにはちょっと近すぎるかなといった印象があるのでこの TR6TR7 でねどうなるかちょっとまだ。 よく分かってませんけど、まあ、現状ではねあの特に中低 T あたりは、まあ、かなり苦戦するね駆逐艦かなと思います、まあ、艦長ランクが、ね、上がって隠蔽性もね向上してくれば、まあ、あの他の,あの駆逐艦乗りのねあのランクが低ければ相対的に、ね、強くなれると思いますけど、まあ、かなりねちょっと扱いづらい駆逐艦なのはあるかなと思いますやはりねあの初心者的にはですねやっぱり魚雷射程が長かったりとかして使いやすい、まあ、イギリスドイツ、まあ、あとは日本駆逐艦あたりがね やっぱ使いやすいかなといった印象ですね。はいといった感じで、ね、実装された艦についてねちょっと、えー、紹介しておきました。で最後は艦長ですね。えー、実装された、えー、7人のソ連艦長ですけど、まあ、おすすめの、ね、艦長だけをちょっとピックアップしておきたいと思います。まず巡洋艦ですね。巡洋艦はこのニコライ・クズネツオフが、まあ、まずおすすめかなと思います、まあ。ソ連巡洋艦はさっきも言ったんですが、隠蔽性が悪いし、 まあ,あとはね、HE 主体でまあ戦っていく巡洋艦でもあるので、まあ、やっぱ射程がです、ね、欲しいです、やられやすいんでね。で、このクズネツォフはですね、クズネツォフはですね、基本特性でまず射程を伸ばせるんですね、まあ、これが非常に強力で、あのー、まあこれをね、あの最大強化してしまえば5、5%ぐらいになるんですかね。まあ、ですから、最悪ですね、この射程の先を積まないで、まあ、この焼き荒れ XXL でまあ火災特化みたいな感じで使えるので、まあ、これかなり強力かなと思います。 ま,あまた、ですね、まあ、これに加えて射程の先を搭載することで、えー、まあ現状の自分のチャーパイフだと18キロを超えているので、あのかなりですねあらゆるエリアにいる敵の艦を燃やせるので、まあ、強力なね、あの毎回のようにね災害誘発取れるので、非常にね強力になりますね。ま,あ、また、このね基本特性を、まあ、こ,のこの艦長ですか、に搭載して、まあ、巡洋艦のね、 射程を伸ばせないスキルの艦長の射程を伸ばしてあげることもできるので、まあ、そういった意味ではねかなり面白いスキルかなと思いますが、まあ、育成に余裕がないと思うのでまずはねこのクズネツフが一番おすすめかなと思います、はい、であとソ連はですね基本的に打たれ弱いので修理、まあ、班で増やすよりは、まあ、単純に装填ステーションで軽く特化した方がいいと思いますね。 あ,であともう一つちょっと難しい話なんですが、まあ、この3つ目のスキルのねこの力の均衡ですね、まあ、これどういったねメリットがあるのかっていうのをねメリットデメリットがあるのかっていうのを軽くね紹介していきたいんですがまずこれをね使うことで、えー、H 座のですね走行貫通力が上がると30%上がるということなんですがあの、まあ、ベルファストとかでね敵の戦艦撃ちまくってる人だと気付くかもしれませんが、まあ、結構ね打ってると、まあ、敵の戦艦とかね あの貫通しない H 弾が、ね、貫通しなくてダメージが出ないってことが、ね、多いと思います、まあ、アトランタとかも、ね、多いと思いますが、うんあのーまあ、敵の戦艦のです、ねまあ、かなり装甲の大部分は、H 弾1 5 2ミリの、ねまあ、ソ連巡洋艦もティア5から1 5 2ミリですけど、ずっと。では、ね、なかなか貫通できない部分が多いんですね。 まあですから、まあ、火がつかない限りはほとんどダメージが通らないということになってしまうんですが、まあ、このスキルを搭載することで、まあ、戦艦のです、ね、ダメージが通らなかった部分が、まあ、ダメージ通るようになるので、まあ、火力の、ね、高いソ連巡洋艦が、ね、さらにガシガシ狙、ね、い敵の戦艦を削っていけるようになるといったスキルなんですね。うんまあ、これ結構ティア6以上の戦戦場で戦っていくには まあかなり、ね、あの必須レベルで大切なスキルで、まあ、PC 版で、ね、IFHE とか言われるスキルなんですが、まあ、これを積むか、もう割り切って火災だけで戦艦を削るかと、まあ、いったレベルの、まあ、スキルになっているかなと思います。まあ、火災も、ね、かなりはっかり高いので、火災だけでも、ね、全然ダメージ出せますし、うんまあ、このへ、ねまあは実際使ってみて、ね、判断するのがいいかなと思います。で問題点としては、あのダメージが、ね、あの減ってしまうので、 まあ敵の駆逐艦とかね、まあ、あとそもそもダメージが通っていた部分での攻撃の威力自体はあの低くなってしまうので、まあ、実際このダメージをね、あの減り幅が10%以上とかなり大きいので、あのー、かなりこれね、最初からね、強化しておかないと、うん、駆逐艦とかの処理にですね、結構影響がね露骨に出ちゃいますね。まあ、なので、結構ね、これマッチング次第ではあるんですが、駆逐艦が多いマッチングだと、外していきたいなーといったね、ちょっとスキルなんですね。まあ、結構難しいスキルですね強化も あの3つ目なので結構難しいですしねうん、まあ、ただねティア6以上の戦艦を打っていくにはやっぱりね結構必須レベルのスキルかなと思うので、まあ、自分はねちょっとティア6以降,以降の、まあ、ソ連巡洋艦では基本的に搭載していってますねはいといった感じで、まあ、巡洋艦の艦長ですねで駆逐艦なんですが、まあ、駆逐艦結構迷いましたけど、まあ、やっぱね、えー、このニコライ・えー、エッセン艦長ですね、まあ、この艦長あじゃあなかったわ 全然違った、似てた。えー、っと、こっちか。<laughs> まだ口からの感情覚えてないんですけど、はい、こっちですね、ウラジミール・えー、トルベスコイですか。この艦長は、まあ、そうですね、あのー、以前、最初にいたアントン・グリーンと違って、まあ、何がいいかっていうと、まずこの旋回追跡持ってるので、その旋回の遅いね、それに口からのね、法の旋回上げてくれるので、グレミアシーとかでもね、結構有効なスキルだと思います。で、この演技もですね、 あのさっきも言いましたけどあの敵の、ね、戦艦を燃やしていくには非常に高い発火率になるので、まあ、駆逐艦の,、ね、あのダメージが30%減で強化しても、ね、デメリットが減らないのでまあこれ積むと駆逐艦との戦いはかなり不利になると思いますけど、まあ、それでもね敵の戦艦に着火マンしていくのであればこのスキル結構ね発火率の上昇幅もかなりえげつないので。 ちょっと魅力的なスキルではありますね。コーティアの駆逐艦だったら、積んでみるのが面白いと思いますね。まあ、基本的に低中低あたりだったら、旋回追跡で、うん、駆逐艦処理とか、いろいろ使い分けもできるのでいいかなと思います。で集中観測も持ってるので、装填時間まで、ね、上げられるので、まあ、有効かなといった感じですね。まあ、基本的にこ,のこちらの艦長がおすすめかなと思います。いろいろね、ちょっと駆逐艦に関してはまだ分かんないので、いろいろ試していきたいと思いますけど、基本的には、ね、この艦長がおすすめかなと思います。 はいで戦艦に関してなんですが、まあ、最後ね、ね戦艦なんですけど、まあ、実装されるかどうか分かんないですけど、えー、ソ連戦艦に関しては、ですね王急交差艦の、あのー、めちゃくちゃですね、なんていうんでしょう、うんえー、性能がですねよくて、まあ、かなりねあの早く再使用できるんですが、その分です、ね、なんと使用回数がですね制限されているといった、うんまあ、特徴がね、まあ、あったようで、まあ、自分、ちょっとソ連戦艦持ってなかったんですけど、ウィキとかの情報ではねそうなってるようなんで、まあ、もしね、レジェンズに、まあ、出てきますけどね、今度。 まあ、ソ連戦艦に、まあ、応急交差艦の、ね、使用制限がある場合はこのボランティアとかで使用回数を増やしていかないと、うんあのー、ずっと、ね、燃やされるだけの戦艦になってしまったりとかするので、まあ、このボランティアね結構そういうスキルになってるよとい、うん、ったね、えー、ことは、まあ、覚えていただければなと思います、まあ、あとはね基本的にマスターメカニック持ちが、まあ、自分おすすめなんですけど、まあ、ちょっと、ね、やっぱソ連戦艦来てみないとねそこは詳しくはちょっと分かんないですね、まあ、といった、まあ、ソ連戦艦の特徴があるよといった話でした はいちょっと、ね、一気に喋ってまあ久しぶりに疲れましたけどまあ、こういった感じですねまあ、基本的にソ連巡洋艦に関してはね火力が高くてまあ、燃やしやすい巡洋艦ではあるんであのまあ艦長スキルがね整ってくればね結構強くなってくると思いますまあ、その分でやられやすいので立ち回りがねめちゃくちゃ難しいですねあのあと回避とかも難しいですし。 まあその辺をねどうやって、まあ、工夫していくかがね結構問われる巡洋艦ですねまあちょっとやっぱりイギリス巡洋艦にね長く乗っていたせいか分かんないんですけど煙、まあ、幕内からねちょっと立ち回り慣れてしまってなかなかね回避とか、うん、意識できなくなってしまっているので、まあ、ちょっと自分もねその辺はね修正していきたいなといった感じですねまあ駆逐艦はねかなり難しいツリーなのでうんまああのー、またね自分の駆逐艦ツリーを始めた時にねまあ立ち回りとかね いいいいろろ工夫してみたいなと思いますそれではね今回長くなってしまいましたが以上に紹介を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。